平野市用神宮寺ゆうた、滝沢氏の戸辺に合流する非現金プリへの気遣いも、滝沢秀明氏の戸辺への合流説が囁かれている平野市用と神宮寺ゆうた、実現すれば海外進出の夢に近づきそうで、2日、元 V6 三宅県が滝沢秀明氏が立ち上げた会社戸辺トゥービーに合流することを発表した。 ジャニーズ時代、絶大な人気を誇った二人が再び手を組んだことに歓喜する声が上がっている。一部のメディアでは、元キング・アンドプスの平野仕様と神宮寺優太たも、滝沢氏の元へ合流すると報じられていた。二人が合流するのは、いつになるのか。滝沢氏と合流、報道の衝撃。平野と神宮寺は5月22日に金プリを脱退し、 ジャニーズ事務所も退場した。脱退後、二人は目立った芸能活動はしていなかったが、6月初日発売の、週刊女性の報道はファンに衝撃を与えた。同紙には、平野と神宮寺が滝沢市の会社、戸辺トベエージェント契約を結ぶこと、7月には正式発表することなど、詳細な内容が掲載されていたのだ。二日。 とべ、の公式 YouTube チャンネルの生配信では、平野と人流児の合流については触れられなかった。しかしネット上では、金プリを辞めた二人が滝沢氏と手を組むことに期待する声が多数上がっている。滝沢氏と金プリの接点は、ある芸能事務所関係者は、業界内でも二人の合流は当確と見られている、と前置きしつつ、こう続ける。 平野さんらが滝沢さんの会社とどれほど関わっていくか気になりますね。ジャニーズ時代、滝沢さんはスノーマン、スノーマン、ヤシクストーンズ、ストーンズ、トラビスジャパン、トラビスジャパンをプロデュースしましたが、金プリとは接点が少なかった印象です。三宅さんのようにがっつり手を組むというよりは、一部の仕事をサポートしてもらう形になるのではないでしょうか。芸能事務所関係者。 必要に応じて一緒に仕事するエージェント契約が現実的かもしれない。7月2日には重要なイベントが、戦術したように7月に正式発表というのであれば、今回三宅と一緒 YouTube 用ウッドベの生配信で発表することもできた。前での芸能事務所関係者は平野と神宮寺の合流。 が7月2日にお披露目とならなかった事情をこう推察する。この日長瀬恋さんと高橋海人さんがファンミーティングを開催していたからだと思います。金プリが二人体制になって初めてファンの前に立つ重要なイベントでした。同じ日に平野さんたちが飛べに合流する発表をすれば、新生金プリの仕事に水を差したと受け取るファンもいるかもしれません。 平野さんとジングジさんはベストなタイミングを探っているのでしょう。ただ、キンプリを脱退して2ヶ月近く経つので、7月中には今後の活動に関して何らかの発表がありそうです。前で芸能事務所関係者、海外進出の夢に近づく。昨年11月のキンプリ脱退発表時、平野らはジャニーズを離れる理由の一つに、 海外進出への強い思いがあったことを明かしていた。今後、滝沢氏と一緒に仕事をすれば、その夢にも近づきそうで。昨年、10月滝沢さんが手掛けたトラビスジャパンは、デビュー曲を全世界配信するというジャニーズ初の偉業を成し遂げました。自分のタレントを世界に羽ばたかせた実績のある滝沢さんであれば、 海外進出を夢見る平野さんらに的確なアドバイスをしてくれると思います。平野さん、神宮寺さんは基本的には自分たちで仕事を取ってきつつ、迷った時に相談役のような形で滝沢さんと関わっていくこともできるのではないでしょうか。前で芸能事務所関係者、平野と神宮寺の新たな夢物語が始まるのか。今後の発表から目が離せない。 滝沢氏が立ち上げた会社、とべ、への合流が報じられている平野耀と神宮寺勇太。このニュースはファンに衝撃を与え、彼らが金プリを脱退してからの動向に注目が集まっています。先日、元 V6 の三宅健が戸べに合流することを発表しました。 これにより、かつて絶大な人気を誇った二人が再び手を組むこととなり、ファンたちは喜びに包まれました。報道によれば、平野と神宮寺も滝沢市の元へ合流するとされていますが、具体的な時期はまだ明らかにされていません。平野と神宮寺が都米への合流を考えているという報道は、多くの人々に衝撃を与えました。 彼らが金プリを脱退してからは目立った芸能活動は見られませんでしたが、先月発売の週刊女性には詳細な内容が掲載され、平野と神宮寺が戸部とエージェント契約を結び、7月に正式発表する予定だと報じられました。しかし、戸部の公式 YouTube チャンネルの生配信では、平野と神宮寺の合流には触れられませんでした。 ネット上では、金プリを辞めた二人が、滝沢氏と手を組むことに期待する声が多数上がっています。しかし、芸能事務所関係者によれば、平野と神宮寺が飛べとどのように関わっていくのかはまだ不明です。滝沢氏は以前、スノーマンやシクストーンズ、トラビスジャパンなどをプロデュースしてきましたが、金プリとの接点は少なかったようです。そのため、 平野と神宮寺が戸部に参加する場合も一部の仕事をサポートする形になる可能性があります。報道によれば7月には平野と神宮寺の合流が正式に発表される予定でしたが推測すると同じ日に金プリの重要なイベントが開催されていたため発表が延期されたのかもしれません。金プリが二人体制でファンの前に立つのは初めてのことであり、 平野と神宮寺の合流発表が重なることで新生金プリの活動に水を差すことになる可能性があったため平野と神宮寺は金プリを脱退した後海外進出を夢見ていることを明かしていました滝沢氏と一緒に仕事をすることでその夢に近づけるかもしれません滝沢氏は昨年 トラビスジャパンのデビュー曲を全世界配信するというジャニーズ初の偉業を成し遂げました。その実績を持つ滝沢氏がアドバイスをしてくれることで、平野と人従事の海外進出の可能性が高まるかもしれません。平野と人従事の新たなステップがどのように進展していくのか、今後の発表に注目が集まっています。